止まってる時計をつけて車を運転したら果たして何時間動くのか検証です。車を運転する前に時計が完全に止まってるのを確認します。拡大してみます。あらかじめ0時に合わせたのですが1秒進んでいますが、そのまま始めます。車を運転する前に走行距離を確認します。運転をする前に左手に時計をつけます。つけただけではまだ動いていません。15キロ走って戻ってきました。前回と同じ一般道を走って平均燃費は 9.3 キロ出てるので、今回の方がかなり良かったと思います。家に戻った時に22分ほど進んでいます。車を15キロ乗っただけなのですぐに止まると思っていたのですが、思いのほか止まりませんでした。次の日の朝になってしまいました。地震は一周してしまったので24時間針の GMT 針を見てみましょう。14と15の間を指していますが、分かりづらいので反対側から見てみます。こちらからの映像だと分かりやすいです。14時間44分28秒動きました。最後にまとめです。 QS86 ムーブメントの最大巻き上げ時間が55時間なので、15キロ乗っただけで4分の1弱負けてしまいました。パワーリザーブの表示がないので分かりづらいですが、巻き上げる性能は良さそうです。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。